ソメイ霊園は、東京都豊島区駒込にある、都営霊園。旧城のソメイ墓地で呼ばれることも多い。三戸徳川明所、三戸徳川公爵家や、府中松、平家の江戸期の墓。徳川成明の聖母や徳川秋武の聖母、即室、高橋悦子の墓がある。面積は67,911平方メートル、およそ5,500基の墓があり、8カ所ある。 都営霊園の中では最も規模が小さい。園内には約100本のソメイヨシノが植えられ、遊歩道の一部は桜並木になっており桜の名所として親しまれている。明治政府は神仏分離政策を進めていたため新式の葬儀が増えたものの、既存の墓地の多くは寺院の所有であり埋葬する場所が確保できなかった。また、キリスト教会も墓地を持っていなかった。 このため寺院の所有でない墓地を作る必要に迫られていた。1872年に明治政府によって番州林田藩竹部邸土地に新層墓地として開設される。1874年に東京府の管理下に置かれ宗教によらない公共墓地となる。1889年には東京市に移管され、1935年にソメ霊園に改称された。 ソメイレーン周辺には、寺院が多く、それぞれの墓地もある。このため、次元寺にある、芥川龍之介や谷崎潤一郎、そして芝公館、本名寺にある、東山影本や千葉周作の墓が、ソメイレーンにあると紹介されることがある。また岩崎八太郎は、当初ソメイ墓地に葬られたが、後に隣接する、三菱社宅の敷地に移された。ただし、岩崎家の分家の人物では、 ソメイー園に葬られているものもある。ヤタロウが葬られている墓地は、ヤタロウ以外の岩崎家本家のものも葬られており、同じ敷地に、ヤタロウが母の庭のために建てた別荘が多いそから移築されている。ありがとうございます。